いろいろ試してやりやすい動きを見つけましょう。練習番号 N などのブリングアウトはただ大きくではなく、息を集めてアパチュアにしっかりと通し、音の密度を上げていきましょう。練習番号 M の5、6小節目はフィスが長くならないように6小節目だけを吹いて、その感覚をキープして5小節目とつなげて吹く練習をしましょう。